感じがする。あ、ほんと？
入ったらやっぱりね、あのこのボーラ、ボーラの方が、あの反応が良かったし、僕ケイリンス100ちょいぐらいからあの最後の 9% ぐらいの坂登っていったんですけど、うんうん、そしたらそんなに落ちなくて、まあ変速は下げたけど行きましたから、結構だからいい意味でこう回転がいいんでしょうね、うん、転がりが。値段差10万っつったらどう？いやでもこっちに買う可能性ありますよ。どっち？あのプライム？プライム。まあ10万違ったらね、そこまでの差があるかっつったらそうないかもしれんね。確かに良さはボーラのがいい感じはするよね。もうそれはあのやっぱりオールラウンドに思いますし、うん、やっぱ軽くて回転がいいんでしょうね、うん、それはすごく感じました、ね、でも空気抵抗とかそういう風な感じで推進力、うん、あの平地でのとか下り坂での推進力って何ら遜色ないって言ってもいいかも、うん、ちょっと確かに、ね、転がるのでこっちが、うん、その慣性力を使ってこっちに転がるようになるんですよね、まあ、ちょっと重いもんね。そうそうそう、まあ、確かにベアリングはちょっと違うかもしれない、クワトロカーボンの方が、うん、かもしれない、うん、どうですか感想は。これ S マークスのタイヤなんですね。ああそうそう、24ミリのターボの、へえ、うん、結構評判がいいやつ。ああそうですか、うん、あの感想は、うん、いつもレーシングクワトロなんで、うんうん、一番似てました。ああ確かに、うん、ハイトはそんな違わない、うん、あのはい、でやっぱり軽いので、うん、レスポンスとかそういうのは高いです、うん、ただあのこの先に下りあってね、あの下りで一番しんどかった、うん、まあ、推進力が、うん、あのうん、無理して回さないと最後垂れるぐらいしんどかった。回してないと進まない感じ。だってね、そのね、回すのが、うん、こっち側がかなり石入れて回さないといったらね、うん、あ勝手には回んない。勝手に回るってあの、うん、あのプライムも、うん、ボーラもあるじゃないですか、うんうん、それがちょっと弱いかもしれない。じゃあ平地じゃやっぱり50ミリの方がいいんだ、うん、あもう全然なんかね、いつものようにこう垂れる自分みたいなのが見てたえブレーキは AC3 ってこれもっと効きのいいやつなんだけど、他のよりそこまで分かんない、そこまで見てないのと そんなハードブレーキもなかった。3本で一番印象の良かったやつは、一番びっくりしたのはやっぱプライム。いや、ほんとほんとコスパって意味だけじゃなくて、うんうん、普通に、あの、うん、普通にもう乗り出して、うん、値段関係なしにも結構いいと思った。びっくりした、うん、で、やっぱボーラボディは売れるのが分かるって感じだったんで、全部に乗りで値段が高いじゃん、うん、かっこいいしね、かっこいいし格好もいいし、やっぱエアロは多少エアロもある し、うん、あるよね、し、あの上りも行けそうだし、ヒルクライムも行けちゃうんで、まあ50ミリじゃ結構軽い、そう軽さはすごい。なので今回の中で一番の総合力はやっぱもうラムジです、ね、ただ驚かされたのはライム、うん、でこれは僕の一番似てる、似てる、うん、レーシングクワトロ、うん、カーボンに似てると。まあ、軽さはもっと軽いもんね、100g ぐらい。あ、そうですよね、うん、クワトロより軽いと思います、うん、でもクワトロより推進力もさっき、うん、他の2つと比べてないって言ったけど、うん、クワトロよりはあります。ある、うん、なるほど、あると思います。まあヒルクライムだったらいいのかもしれないね、これ、うん、なるほど、ありがとう。